おはようございます。心の座りというのは、私がまだ中学生の頃に初めていただいた考案であります。体は確かにそこに座っているけれども、心が座っているかどうかが問題だ。心の座りを持ってきなさいと老師に言われたのでした。この時から20年にわたる考案修行が始まったのでした。この心の座りということについて、森新造先生の終身教授録に森先生ならではの指摘があると教わりました。先日は佐々木浄土さんにお越しいただいて講義を賜った時のことでありました。終身教授録の末に学年初めの挨拶にある一節であります。一部を引用させていただきます。私の考えによりますと、我々人間というものは、すべて自分に対して必然的に与えられた事柄に対しては、そこに功を良し悪しです。良し悪し好き嫌いの感情を交えないで率直にこれを受け入れるところに、心の根本態度が確立すると思うのであります。否、我々は各自己に対して必然的に与えられた事柄については、一人功を好き嫌い、よしあしの感情を持って対しないのみか、さらに一歩進めて、これを天命として慎んでお受けするということが大切だと思うのです。同時に隠して初めて我々は真に絶対的態度に立つことができると思うのです。我々はこの世において我が身の上に起こる一切の事柄に対して、全てこのような態度を持って臨むべきだと思うわけです。いかなる場合においても、およそ我が身に降りかかる事柄は、すべてこれを天の命として慎んでお受けするということが、我々にとっては最善の人生態度と思うわけです。ですから、この根本の一点に、心の腰の座らない間は、人間も真に確立したとは言えないと思うわけです。というものです。ここに心の腰の座りということが説かれています。さらに教育者の道という章には次の言葉があります。単に教科の内容を教えることだけでも、実に容易ならざる準備と研究等を要するわけですが、さらに眼を転じて教育の眼目である、相手の魂に火をつけて、その全人格を導くということになれば、私たちは教師の道が実に果てしないことに思い至らしめられるのであります。では我々として、それに対して一体どうしたらよいかということが問題でしょうが、私としてはそれに対処しうる道はただ一つあるのみであって、それは何かというに、人を教えようとするよりは、まず自ら学ばねばならぬということであります。かくしてここに人に教える道は、一転して自ら学ぶ果てしない一道となるわけです。そしてこのように生涯を貫いて学び通すという心の腰が決まったとき、すなわちこの根本態度が確立したとき、そこに初めて諸君の人生の一歩が始まるとともに、また真実の教育者としての第一歩が始まると言えましょう。という文章であります。まずは我が身に降りかかることは全て天命として受けるという覚悟、そして生涯学び続けるという決意、これらが心の腰の座りとなるのであります。教育者の道にある文章については、以前、楽しく学ぶという官庁日記に引用したことがあります。楽しく学ぶということに対してはいろんな感想をいただいています。
ご理解をいただく方もいればそうではない方もいらっしゃいます。それは当然であります。私たちの伝統の世界ではいろんなことをやっていると歓迎されないこともままあるものです。厳しいご意見を頂戴することもございます。しかしながら私は今修行している若い方のことを思えばこそこうしてあげたいという気持ちでやっているだけでありますので、淡々とやっていくまでであります。孤独と逆風とは子供の頃から慣れています。逆風の中だからこそ頬を上げられるのかもしれませんし、もしも誰か一人でも喜んでくれればそれで十分なのであります。浄土さんとは講義の前後にも控え室でいろいろ話し合いました。もっぱら話題は腰を立てることについてであります。先日はとある方から聞いた話を浄土さんにしました。ある茶道の僧正は正座をしても決してお尻をかかとに落とさず常に1ミリほど浮かしているのだという話をある方から聞いたのでした。その僧正はご高齢ですが衰えを感じさせないのであります。またちょうどその同じ日の午前中に別の茶道を研究なさっている先生にもその話をすると、その先生も同じだと言われました。お尻とかかとの間には半紙一枚がすっと入るくらいにしているというのでした。こういう姿勢は腰が立つのであります。浄土さんが説かれるところと一致するのであります。特にお茶のお手前では大須などが前にあるとすっとお尻が持ち上がるようにして座るというのであります。手を前に出して道具を丁寧に扱い腰がかすかに浮く状態なのです。なるほど、二六時中このように心がけていると常に腰が立って足の筋肉も鍛えられると思いました。いろいろのご意見もいただきますが、そういう志のある方の話を参考にしたり、浄土さんのように常に道を求め続けておられる方々と語り合いながら、我が学びの道を深めていくはばかりなのです。これが心の座りなのかもしれません。それでは今日も姿勢と呼吸を整えましょう。両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地を踏みしめます。そしてこの大地に支えられていることを感じて、足に力を入れてよし立ち上がろうという気持ちでお尻をスッとこう浮かせます。このスッと浮かせるところに腰が立つのであります。そしてストンとこう落とします。息を吸いながらぎゅっと肩を持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろして、もう一度息を吸いながら吸いながらぎゅっと肩を持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息息を強く吐き出します。この時にはお腹の底の空気も全部吐き出す。胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまう気持ちで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じます。すると鼻から自然とスッとこの空気が入ってまいります。それがおへその下下腹にいっぱい満ちるのを感じます。さらに体の隅々までこの新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああなんとありがたいな、嬉しいことだなとこう思って、思わず微笑みがこぼれてまいります。
そんな気持ちでその後は口を閉じて鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。